モヘンジョダロ2式で使用された、当期紀元前2600、2450年、インダス文明は、インドパキスタンアフガニスタンのインダス川及び、並行して流れていたとされるが、ガルハークラー、川周辺に栄えた文明である。これら各国の戦士文明でもある。崩壊の原因となったという説のあった川の名前に、ちなんで、インダス文明、最初に発見された遺跡にちなんで、 ハラッパー文明とも呼ばれる。競技のインダス文明は、紀元前2600年から紀元前1800年の間を指す。インダス文明の遺跡は、東西 1500km、南北 1800km に分布し、遺跡の数は約2600に及ぶ。そのうち発掘調査が行われた遺跡は、2010年時点でインド96、パキスタン47、 アフガニスタン4の合計147となっている。メヘルガルアイキは土器を伴わない新石器時代である。紀元前33002600年時点におけるインダス文明の推定範囲。メヘルガル2期は土器を伴う新石器時代である。メヘルガル3期は同期時代後期である。メヘルガル4期で集落が放棄された。ハラッパーアイキは 震度地方でこと理事文化が始まった。紀元前2600、1900年時点における、インダス文明の推定範囲。競技のインダス文明は、この投稿期を指す。ハラッパーイーヤ期、ハラッパーファイブ期、ハラッパーファイク期の3期に区分される。ブマックと他の文化との位置関係バクトリアマルギアナ。 複合アンドロノボ文化、やス文化、ガンダーラボソ文化、エイチボチ文化、インダス文明の衰退や滅亡については次のような小説がある。砂漠化の原因としては、紀元前2000年前後に起こった気候変動が挙げられている。大西洋に広がる低気圧帯は、一時北アフリカと同じ井戸まで南下し、さらにアラビアペルシアインドにまで及んで雨をもたらし、緑豊かな土地になっていた。 しかしやがてこの低気圧帯は北上し、インドに雨をもたらしていた南西の季節風も東へ移動して、インダス文明の栄えていた土地を現在のような乾燥地帯にしてしまったという説である。衰退後の植物症や動物症には大きな変化が見受けられないことから気候の変動を重視する説は見直されている。しかし乾燥仮説については、ラクダの骨や 寒地性のカタツムリが出土していること、麺の生産が行われていたことなどは、川さえあれば、気温の高い乾燥ない市販乾燥地帯で文明が起こり得たことを示し、排水溝も25ミリの雨が降っただけでも持たない構造であり、レンガを焼くにも現在遺跡の周辺で茂っている、成長の早い玉マリスクなどの干木でも十分、間に合ったのではないかという反論があり、 決定的な説となってはいない。インダス遺跡は、インダス川急河道のガッカルハークラー、枯れ川どこ沿いに分布している。4200年前には、地中海から西アジアにかけて冬モンスーンが弱く乾燥化が起き、メソポタミアでは、悪化道国崩壊の一因になったという説がある。こうしたモンスーン変動が、インダス文明の地域にも影響を与えたとされる。年には、 アバギーン大学が中心の研究グループが発表し、2013年には京都大学が中心のグループがネパールのララコを調査して3900年前から3700年前にかけて夏モンスーンが激化していたことを明らかにした。また遺跡の数はインダス文明の世紀ハラッパー文化期よりも後期ハラッパー文化期の方が多く規模が縮小している。これらの点から、 夏モンスーンの激化がインダス川流域に洪水を起こし、インダス川流域に位置するモヘンジョダロなどの大都市から周辺への移住が起きたとする。そこで海岸線に近いインダス文明の人々は大河によって生活するのではなく海上交易などを行っていた海洋民であったが海面低下により生活が変化したとする説も提唱されている。口術のように インダス文明はメソポタミアやペルシアアン地域と交易を行っていたことが確認されている。発掘調査によって埋葬もされずに折り重なるおびただしい人骨が確認されたために外部からの侵入による虐殺説が唱えられた。また、リグベーダなどの戦争記事がその根拠の一つとされた。しかし、当時の発掘調査は相違関係を考えずに 地表からの深さのみを記録して行われた調査であったために同時期の人骨ではなかった。その他、虐殺後とされた人骨には外傷の形跡がなく、アーリア人の侵入とインダス文明衰退の年代には相違があり、リグベーダの記述の史実性にも問題が指摘され、現在では否定されている。この説では、インダス文明は南インドを中心に暮らしている。 ドラビダ人の祖先により作られたと推定されている。また、ドラビダ人は、紀元前13世紀に起きた、アーリア人の侵入によって、被守廃民族となり、先住民族である、ドラビダ族を滅ぼして、バルナという身分制度を作り上げたという説がある。これは、インダス文明は、各戦争により滅んだという説である。理由はいくつかある。 インダス文明の中心遺跡も返事だろは死の丘を意味している。ここで何かがあったと推測でき、遺跡の近くの人骨からは通常の約50倍の放射能が検出された。また、1945年にアメリカの核実験によってできた人工鉱物のトリニタイトが遺跡の近くで発見され、また遺跡の建物などからは一瞬で超高温の炎を アビダ痕跡が発見されて、核戦争があったとも言えなくもない。ベーダ期のチリガンダーラ母葬文化、H 墓地文化ベーダ期になると、以前は、ハラッパー文化だった都市が、H 墓地文化となったことを示す墓地が発見されている。この墓地からは仮想の跡が発見されており、この文化から、ベーダの宗教が形成されたと考えられている。ベーダの宗教は、 後のバラモン教やヒンドゥー教の原型である。この文化と同時期に栄えたシャイロドキ文化はラージャスターンからヒンドスタン平野へ進出している。文明の存在が認識されるようになったのは比較的遅くイギリス支配下の19世紀になってからのことである。1826年に探検家のチャールズ・マッソンがハラッパーにある周囲約5キロメートルに及ぶ巨大な 廃墟について報告し、紀元前326年にアレクサンドロス3世を撃退したポルスオーノとシャンガラの後ではないかと推測している。1831年にもアレクサンダー・バーンズが調査柔道地を訪れ地元の人から廃墟にまつわる神の怒りによって滅んだとの伝承を紹介し、本国イギリスで考古学的好奇心を大いに刺激するようになる。 イギリスはすでに18世紀にアジア教会を設立しており、インドに赴任していた元軍属のアレクサンダー・カニンガムが同教会の下でインド及びパキスタンの考古学の基礎を築くことになる。カニンガムは1853年1856年に最初のインダス遺跡発掘となるハラッパー遺跡の発掘を行い、未知の文字が書かれた印象、土器などが出土した。 カニンガムは1862年、インド航空局の発足に尽力し初代局長となるが、この頃から、鉄道敷設のため遺跡の建材を崩されてしまう、課題に取り組まねばならなくなっていた。その後も、第三局長、ジョン・マーシャルらによって、インダス文明の研究は発展していくこととなる。インダス文明諸都市の分布ドーラビーラ都市の規模は、メソポタミアのものよりも小さく、 モヘンジョダロとハラッパーが1キロメートル四方を超える規模を持ち、メソポタミアの小都市に匹敵する規模であった。都市には2種類あり、城塞と市街地が一体のタイプと、城塞と市街地が分離しているタイプとがある。主な遺跡は以下の4地域に集中している。インダス川流域ガガルパークラー川流域マクラーン、地方グジャラート地方城塞とは、 周祭に囲まれている集落で、大木浴場や火の祭壇、さらに、穀物層、列中の間、学問所と呼ばれる大型で特殊な構造の建物が、一般家屋とは別に立ち並んでいる。穀物層と呼ばれる建物は、湿気のある場所に近く、穀物の形跡も発見されていないため、現在では他の用途に使われたと考えられている。インダス文明では、 他の古代文明とは異なり、王宮や神殿のような建物は存在しない。戦の痕跡や王のような強い権力者のいた痕跡が見つかっていない。秀才の目的としては、何らかの防衛や洪水対策の他に、壁と門を設けて、人、物資の出入りを管理することも考えられる。モヘンジョダロでは、市街地の秀才が発見されていない。 インダス文明の言語はゲンドラビィラ語に属すると推定されている。モヘンジョダロ湿度の踊り子の創造信仰や儀礼のあり方が地方によって異なる面がある。モヘンジョダロ、ドーラビィラやロータルの城塞にはしばしば大浴場と呼ばれるプール状の施設、水に関わる施設があり、法上と再生を記念する儀礼が行われた、木浴場と考えられている。一方で、 北方のパンジャブ州に近いカーリバンガンやバナーワリーのように、城塞の南区や市街地の東側のイ・丘の上で独特な火の祭祀を行っていたと思われる遺跡もあり、新土州の遺跡やモヘンジョダロで見られるような再生増殖の儀礼と関係すると考えられるテラコッタ女性像やリンガムと呼ばれる石製品が出土しない。また、南方のロータルを含むグジャラートでは、 火の祭祀と、テラコッタ女性像に象徴される再生造食儀礼の両方の要素が見られるなどの違いが見られるため、インダス文明の構造や性格を解明する上で大きな課題となっている。埋葬は地面に穴を掘って遺体を埋葬する土工房を用いた。長方形の土工が多かったが、楕円形のものも作られた。遺体は頭を北にして仰向けに体を伸ばした。 いわゆる行画新転送が主体であった。足を曲げた形で遺体が葬られているものもあるが、その場合も頭は北に置かれた。一つの土航に一人が葬られるのが普通であるが、例外も見られる。服装品は河原家が一般的で、頭の上、すなわち墓口の北側部分に十数個を集中して、奥が稀に足元、つまり南側に服装した例がある。腕は、 足は首飾りなどの送信具をつけたまま埋葬された例もあり、その場合は同性の絵鏡も出土している。重要な点として、被葬者間に際立った社会的格差が見られないという特徴があり、インダス文明の性格を示していると思われる。インダス文明には支配者、管理者、運営者のうちのいずれかがいたのではなかろうかと思われる不死がある。そのことは、 城塞や市街都市内部の東西南北に、まっすぐ伸びる大通りに見られる、計画性、文字や、印象の仕様、印象に記された動物などの図柄、レンガの寸法や奮闘に見られる都両校の統一や、土器の形や文様などにも現れている。宗教では、印象などに表現される、角紙と呼ばれる水牛の角をつけた紙、または、神官の像や菩提樹の葉のデザインにも現れている。 排水口設備の整った5番目上に街路が走る計画都市であって、ダストシュートや一種の水洗トイレなどが設けられた清潔な都市だったのではないかと推定されている。土器やビーズなどの主だった出土品に均質性が見られる。インダス文明の都市は、信仰、宗教世界を運営、統括する人々の宗教的、政治的中枢ではなかったのではないかという説がある。 コブウシインダス文明は夏作物、冬作物、夏と冬の混合作物の3地域に大きく分かれる。インダス川の流域は冬作物地域であり、氾濫による肥沃な土壌を利用した氾濫農耕を行った。河川から離れた地域では地形を利用した一種の石を築き、そこへ雨季の増水を流し込み、沈殿させた土壌を用いて農耕をしていたと推察される。 夏作物地域では、モンスーンを利用した農耕を行っていた。現在でも、家畜として飼育されているコブウシは、インダス文明の土器の模様、印象、土偶などのモチーフにも、多数使われている。コブウシよりは少ないが、コブのない牛も描かれており、系統の異なる牛が飼育されていた可能性がある。水運を広く利用し、装飾品などが、 メソポタミアまで輸出されて盛んな商業活動が行われていた。石製、銅製の各種の奮闘や計りがある。メソポタミアとの盛んな交易が知られ、主として、攻撃水性ビーズの輸出を行い、メソポタミアでは、インダス文明はメルッハと呼ばれていたと推定されている。メソポタミア地域やペルシア湾でも、インダス式印象が発見されている。工芸品の交易ルートには、 原石の採掘、工芸品の生産、流通などに、専業の集団が従事し、インダス文明の経済基盤の一つだったと考えられている。現在のカンバートのように、各工程の職人や商人が全体を把握しなくても運営されるようになっており、王や神官のような行政による強力な統括がなくとも成立していたのではないかとも考えられている。鉄は知られず、 制動機を使った。都市計画で知られるように建築技術に優れており、建築物には縦、横、厚みの比が4、2、一で統一された、焼成レンガが広く使われている。服は染色された綿で作られていたようで、染色工房と推定される場所が見つかっている。アマゾナイトソーシング、主として、工業水性ビーズの製造が有名である。腐食ビーズとも呼ばれる、 高玉水性ビーズに白色の文様を入れる技術を持っており、樽型ビーズはメソポタミアへの主要な輸出品の一つでもあった。その他に腕は足はペンダントなどが見つかっている。高い加工技術を要する極小のマイクロビーズも作られており、絹の糸で連結させていた。これは中国での最古の絹の利用と同時期とされ、前2世紀以降のシルクロードより前に、 インダス文明で別個に絹の利用が発達していたとされる。工芸の素材としては、金属の他に、貝、動物の骨や、歯、テラコッタ、ファイアンス、メノー、ラピスラズリ、ジャスパー、アマゾナイトなどが使われていた。動物の骨や歯は、ヤギ、羊、小分子、霊用の他に、少数ながら、象牙や、イの角も使われている。 インダス式印象都市遺跡からは多くのインダス式印象が出土する。透析性で、陰面は3から4センチメートルの方形で、インダス文字と共に動物などが刻まれている。動物は、サイゾウトラなどの動物の他に、後のインドの文化にとって重要な動物である牛が刻まれているのが目立つ。一方で、一角獣など、架空の動物が刻まれたり、 芝神の姿だと思われる神などが刻まれていることもある。小取引に使用されたと考えられ、メソポタミアの遺跡からもこのような印象の出土例がある。ありがとうございます。